武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、順天堂大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史はスポーツ健康科学部で、出題されていますが、時間が60分、で大問が5題という構成ですね。で問題そのもの、に関しては、まあ、基礎、の内容がほとんどなので、日大レベルが終わっていれば十分対応できますが、出来事の順番だったり年号が絡んでくる問題が多いので、年号、は参考書一冊しっかり仕上げておいた方がいいでしょう。で、まあ、誤りを含むものを選びなさいとか、間違っているものを選びなさいみたいな問題が結構多いので、まあ、そこの問題文に引っかからないようにですね、しっかり慣れておきましょう。問題そのものの対策はセンター試験の道など、センター向けの問題集一冊やっておけば十分対応できる難易度ではあるので、まあ、センターの過去問のやり込みでもいいですし、時代ごとに対応したいなら、センター試験の道をやっておくと、いいかなとは思います。で、まあ、出来事の正確な知識がやはり、かなり大事なので、通詞を通して理解する一問一答だけじゃなくて、一通りの流れを入れるってことを意識して学習をしておいた方がいいので、まあ、講義系の参考書を読み込んだりとか、スピードマスターみたいな形で、まあ、教科書チックな、作りで穴埋めになっているようなもの、まとまっているもの、などを使って、まあ、縦というか、通詞順に知識を整理して、順番をちゃんと整理できるような学習を心がけてください。以上が日本史の勉強となります。